別にここには何のイベントもない感じなんかな。まあ、単純に箱舟があるよ、みたいな。あくまでの、なんかそういう言い伝えがあったよ、みたいな感じの妖怪ってだけなんかな。ちょっと妖怪巻き見るか。なんか私生ハゲ出てたよね、そういえば。なんだっけな、なんかでっけえやつかな。オケ生ハゲ。積もった雪よりもこもこでうごめいているのを見たことがあるなら、用心するべきだ。雪の中に隠れた生ハゲがどいでて、桶で働き者を閉じ込めようとするの。働き者、労働妨害。僕が逃げるには、パンと一つ、柏で打ち、ひとまたぎするべし。音を聞いて顔を出した生ハゲは、働き者の姿が見えるので帰ってしまうのだ。なるほどね。まあでもやることはあれよ。なんか、太鼓持ってた天の尺と一緒よね。なるほど。な敵もね、そうそう。いっぱい出てきたもんな。で、動物は生えてコンプリートと。毛で覆われた大きな体や鋭い歯と爪で獲物を狩る。どうもな動物、魚に目がない。いいね。その自分の欲望に忠実やな。次なんかす、と、あの高岡君の歌詞が大丈夫かな。次なんか大事なストーリーが抜けてる気がするけど。長作りには今の技術は到底理解ができないものが多々ある。都の学識者が何人束になっても使い方がわからないというからくり。身につけただけでそのものに特別な力を与えるという不思議な石棺。装備品とかかな。それは今よりもはるかに優れた文明が存在していた証拠だと言われている。昔よくひいじいさんに聞かされた話がある。俺はあれからいつんかな。ひいじいさんが船の修行のために風薫る高宮平まで旅をしていた時、さらにかと眩い閃光が走り、その閃光は筋を描きながら、笹部橋の方へ通していった。あれ、ロケットのやつかな。こいつひいじいさんが笹部橋へと向かうと、光が落ちていた場所には摩訶不思議な紋章が浮き出していたという。あれかなんか、ロケット埋まってた場所なんか紋章あったもんな。そういった伝承というか逸話は長机に多く残されている。異文明の存在を信じるか否か。それとも多くの人々は異文明のロマンを信じたいという気持ちを持っておる。そしてわしもその一人なのじゃ。急に自我出してきたな。わしもって自我出てきたな。なるほどね。じゃああれか、なんかロケットとかなんかレーザー、鬼ヶ島のレーザー砲みたいなやつとかなんか、いかにも時代にそぐわね、テクノロジー合うなーって思ったら、そういうことなんか異文化の、そういう昔の人たち、近代テクノロジーが、どうのこうのみたいな話と繋がってくるわけだよ。かー、なるほどね。なんか、こっちに合うね、なんかね、イベントみたいな。こっち？あ、こっちじゃないか。なんか、あっちに、なんだっけ、あのマーク、何、風車みたいなのマークなんやっけ。これ入れないかな。ちょっと隙間からひょいってね、顔出すことはできないでしょうか。叶わない？変えられない？あ、ダメそうだね。一回あれか、ちゃんと、正規ルート行きますか。うわ、宝剣ふとなしいか祭るための祭壇だぜ。ここからなら、この大落ち子と蝦夷富士を一層一望できるから、毎年蝦夷富士への祈祷もここで行われるのさ。今その宝剣がなくなっちまってるけどよ。ミルクティーのせいやな。それとこの祭壇は蝦夷富士だけじゃなく、遥か太古やるっていう箱舟大和も同時に祀っているんだぜ。ほれ、湖の奥にでっかい船が埋まってんだろ。なんか案内しないとか言ってたけど、めちゃめちゃ案内してくれるよ。あれが箱舟大和だぜ。蝦夷富士に箱舟大和。俺たちにとってはここは神聖な場所なのさ。神様が乗ってたもんな。でもこの下にはケムダムが、妖怪がね、ケムダムという名の妖怪がいっぱい埋まってるっていうお話やからね。ちょっと怖いね。これなんかの拍子に一気にドババってなんか妖怪出てきてね、ちょっと絶体絶命ピンチまでみたいな話になるんじゃねえかなとね、軽く予想はしてるけど、どうなんだろうか。あの袋みたいな敵は一体何者なんや。あやかしの森、ヨシペタ一回。ヨシペタの入り口は大いなる紋章で封じられているが、それはここで子猫の妖怪どもから森を守るためさ。でもそんなことをしなくても、あの森には妖怪を寄せ付けない力があったんだ。それが今じゃこの国のどこを見たって妖怪のいない場所はね。ヨシペタだってどうなってることかな。見たくねえ。おぞましくなってないといいけど。まあもう今も妖怪いない方がおかしいもんね。よし、行くか。ちょっと、ちょっくら、この北国守ってきまーす。カムイ守ってきまーす。ん？なんかイベントが、変なとこでイベント起きたな。お、なんやこの角、イノシシ？ねえこれ、牛陶器？なんやこれ、牛、なんか石が、頭に石が刺さって、うまく、うわ、なんか、うわ、めっちゃなんか嫌な。
牛の姿嫌やな、なんか。うん、硬いね、ちょっとね。さあ、どうしてくれようか。まずは一回様子見やな。ガード。オーケー。一応ガードできたかな。お、いいね。ガードってことで妖怪気をゲットできたと。これは通用しない。さあ、時間ゆっくりにして、まあ、時間ゆっくりの間に今のうちに爆弾をセットしとこうか。これは無駄か。なんやろうな。はい。とりあえず一回、ちょっと近くやってみるか。ガード。オーケー。とりあえずガード。オーケー、危ねえ、危ねえ、危ねえ。あ、ちょっとか、待って、ダメージ入った、ダメージ入った。あれか、やっぱ後ろからやったらダメージ入るよって感じか。なるほどね。中ボスみたいなやつやな、なんかな。OK、見えない、見えない。後ろならチャンス、後ろならチャンス。後ろからも攻めていこう。いいね。これついでにね、この爆弾もね、入れておいて、追加ダメージも入れておくと。はい。はい。いいね。追加ダメージも入れていくからね。お、あとちょっと、あとちょっと。あとちょっとなのに。あとちょっとなのによ。OK、終わり。OK、完璧。でも意外とだ、あれだ、タイプでけえな。前の、あれだな、鬼ヶ島の赤鬼青鬼みたいな感じだよね。あれだね。ちょっと一手間かかる感じの。討伐時間も遅いもんな。倒し方は分かったからね。倒し方は分かったんで、まあ、よしとしましょう。いきますか。ちょっと暗いね。夜やからかな。お、封印が解かれてるわけか、これで。いきましょうか。いやー、よし、ペタイ。この先に、待ってるからね。ホトポリネーが待ってるから。ここは東の森。古い神の人間はヨシペダイって呼んでるぜ。もう、新しくありたい。ヨシペダイってのは胃袋の森って意味で、道のわかんない人間が入り込んだら飲み込まれたまま出られなくなるんだ。怖え。怪僕ね、ポクポク。先にこの森へ来て待ってるって言ってたけど、ポクポクね、どこにいるんだ？でもね、準備。ああ、お前、一番。でもこいつ今はね、ちょっと怪しいかな。味方が敵か。まあ、多分味方だな。ん？いやあ、マテラス君じゃねえか。ボンジュール？インチキ野郎。こんなもんやってくるなんて、また何か探し物かい？白髪が入るね。ミーも例のものを探してるんだけど、この神の寒さは結構厄介でね。こんなことはどうでもいいやい。今んとこなんかね、ちょっとヒントくれる優しいおじさんみたいなポジションだよね。お前、どこまでモイラたちにつきまとうやがって。いい加減、正体表したらどうで。正体？もしかしたら俺ね、こいつ、生き残りのその唯一の神様説をしてるからね。そうさ、お前がよからぬことを企んでるのは分かってんだよ。何の話だい？ニーは純粋にある一つの道を目指しているだけさ。永遠にある天道の探求者としてね。天道の探求者。天道。分かったぜ。天の道、天への道ってお前が躍起になってるのは。天道宗師。この狼、アマテラスの寝首をかいて天の座を奪おうって魂胆だろう。バレちゃった。図星を使えて目を白黒させてるんじゃねえや。これでお前が今まで俺たちにつきまとったのも合点がいくぜ。何が天の道でいい？きれいこと並べてるんじゃねえや。ねえやで。ごめん、マリ君。あまりにも頭がお花畑で、びっくりしたよ、みたいな。天の道というのはそんなゲスなものじゃないよ。天への道、それは、この神に眠る天の箱舟さ。あれ、さっき見たんだけどね。天の箱舟？ そう、この神で氷に覆われ、人知れず眠っている鋼鉄の船。それをこの手にする時がいよいよ近づいてきたんだ。何？神に憧れちゃった系男子、もしかして。ユウも分かってんだろ？アーマテラス君？なんだいそりゃ。さて、そうそう、ミーは消えるとしようかな。もう予言は必要ないだろ？シーウ？もう相当ヒントすらくれないわ。ただの面白おじさんになっちゃったな。お、ポクポク姉さん。こんなところにさっきちょっと変な人にまとわれちゃってね、申し訳ないですね。ちょっと遅くなっちゃって。変なおじさんがさ、待ってたよ、アマテラス。イブクの森を意味するこのヨシペタイ。ここは下手に迷ったら一生出られない危険な森で。獣たちでさえ、普段は絶対に近づかないんだ。私たち、大稲族はこの森を守るよ、代々言い継がれていて。ああやって入り口を大稲の紋章で封じているんだけど、先にじゃ森の近くに弱ってきて、守りきれなくなってきてね。ケムダムが押し込んでくるわけや。だからこの先、何が待ち構えているか、私にはわからないよ。光栄。まあ、でも、新しいね、この、なんだっけ、暗黒の、ま、なんか、ま、魔、ま、妖系、まがたまみたいなやつがあるから大丈夫よ。
でもこの森の奥にたどり着いたなら、そこにはある場所が待っている。ある場所、人間には絶対にたどり着けない秘密の場所がね。じゃあ俺入れへんやん。もうね、狼さんちょっと任せた。甘こうだけちょっと行ってもらおうか。うん。私は子供の頃その場所にちょっとした縁があって、今でも生き方を知っているんだ。ねえ、一寸一寸も知ってる。あ、なんかトラウマがあるんかな。もしかしたらピリカもそこに。とにかく甘手はず、長老が見込んだあんたを信じるよ。私を信じてください。さあ今から全速力で森の奥まで駆け抜けるけど、準備はいい？あ、なんかミニゲーム始まる。バッチリさ。最初に言っておくけど、この森を甘く見ちゃダメだよ。森の危機が振りまく風には獣を惑わせる力があって、ね、視界がやばくなるやつ。森の族はもちろん、多分あなたも森の中には長くいられないから。いいえ、なんかやだな。吹雪の中のたれ迷ってのたれ死ぬことがないように、私の後遅れずにしっかりついてくるんだよ。迷子になりません。大丈夫です。ちゃんと前を見て走りますから。駆け抜けるか。駆け抜けてマリオ。あ、体に支えそうなツタがあるな。あと土と海の精霊たちよ、どうか聖なる力で私たちを守りたまえ。はい、僕さん、これ美しいよね。はい、これは余裕っすよ。おい、余裕っすよ、これぐらい。おい。宝箱ちょっと、まあ、いいや。行くしかねえ。ちょっと見えない。イベントが欲しい。あ、プラス30秒。やり。あれ？あー、痛い。危ない。痛い。はいはい。ちょっとね、宝箱。これちょっと、あー、真珠。やっぱ宝箱はちょっとゲットしておきたいよね。ごめんね、待たせて。あ、やばい。ふん。早く行こう。待たせちゃって申し訳ない。痛いって、ちょっと、ベイビー。痛いって、ベイビー。大丈夫、俺もう急いでるから、早く。もうね、逆に帰、ポクポク姉さん、ちょっと遅いかもしれないね。ポクポク姉さん、俺の速さについてこいかい。ポクポク姉さん。俺もうお前を抜いてっちゃうよ。追い抜いちゃうよ。いいのかな？いいのかな？はい。あ、これ二段ジャンプ必要ね。これ痛そうだけどね、すごい。傷つきそうだけど。はいはい、もう大丈夫。ポクポク姉さん。この木も懐かしいね。もうめっちゃ早いよ、ポクポク姉さん。そっち？どっち？こっち？もう迷っちゃう。危ない。これはちょっとついていかないとな。お、ついた。いや、まだあるよね。もう早い、行こう。仲良く二人で。お、あやくは、それは、人を殺すツララだぞ、それは。すげえ、なんか、無の表情で待ってるやん、そんな。危ない、ツララすごい。はい、真骨頂、月中。ツララがすごい大きさで、すごい、真正面にね、来るよね。怖いわ。痛い。あ、ごめん、あ、痛い。初めてダメージ受けた。よく今まで大丈夫だったな。はい。あ、待って、宝箱。待って。神々の守り。こういうのね、後で大事なんですよ。はい、オッケー。よくこれ、今当たったよね。疑惑の判定すぎるよ、ちょっと。待って。あ、危ない。ちょっと待って、宝箱。なんか落ちてきた。すごい、でかそう。白磁の壺。すげえ。宝箱で焼き上げた陶器。透き通る白色は見る者を魅了する。これ絶対なんか5万とか6万とかで売れるでしょう。あ、すまんね。待たせてすまんね。結構、遠いんすね。結構奥深くなりますね。落ちてねえな。落ちれない。この後これ。俺は落ちれないや。危ない。はい。俺はお前についてくぞ。いやー、痛い。どこ？迷った。相手で。危ねえ。迷いかけたわ。すげえな。こんな、もう、いや、痛い。すげえ。あのせん、ポクポクねの走りが、美しすぎて。すごいな。目線を、誰もが目を奪われていってたな。お、はぐれ玉。はぐれないように気をつけないとな。ポクポクね、待ってくれなんて優しいやい。優しいポクポクねえだわい。はい、もうどんどんついていくよ。急げ。待ってくれねえぞ。ポクポクねえは待ってくれるけど。もうなんか変な。おー、ありがとう。もう急に方向転換しないで、ちょっと。あー、ちょっと早いな。うわー、危ねえ。ああ、うわ。これやーば。ポクポクねえは待ってくれるけど。ポクポクねえ待ってくれる？ポクポクねえがいない。ポクポクね、ちょっとやばいよ。雪玉がやばいよ、ポクポクね、危ねえ。な、これで今のうちに、こんなボーボーになって思わんかったな。はい。早く飛び越えましょう。
お、ちくしょう。なんかあるな、まだ。危ない。もう公認の場所で動きづらいんだから。変にね、その、急に方向転換。はい、急に方向転換。オッケー。相手惑わしてるわ。高箱欲しいです。高箱欲しいです。オッケー。くた焼きの大皿。これも高そう。これもええ買い物できるよ、これで。これで、ポクポク姉さんに似合うネックレスを買ってあげられる。でも、冷たい。雪が目に染みます。こっちね。あー危ないよ、もう。あ、めっちゃポクポクね。なんか、待ち方が雑になってきたよ。なんかすげえ遠くで待ってんだけど。待ち方がやっぱり、ちょっとこの人見せりすぎじゃないって言ってね、すごい飽きられてる。あー、かんない。ほら、めっちゃ奥で待ってるわ。はいはい。こっちに左ね。迷わないように気をつけないとね。3、まだあるの？すげえ遠いね。結構遠いね。これは迷うわね。お、着いた着いた。おい、一戦。お前なんか思い出の場所らしいな、ここな。どうだ、思い出の場所に来た、来た印象はどうよ。着いた。実は私も久しぶりだから、本当にたどり着けたと思わなかったよ。あの時から全然変わってないんだなぁ。あんたす、ここは吉部隊の奥の秘境。ポロポックの里、ポンコ、名前可愛いな、さっきからな。ポンコタンだ。詳しいことは、その椅子に行けばわかるよ。教えてくれよ。いやね、椅子も言いたくないんだ、ないのかなんか変な思い出があるのか。あ、ケムシリジーの話じゃ、ここにピリカの気配があるんだろう。幻灯の食までにピリカを見つけ出して山起こしの祈祷をしなければ、神は効率系になる運命だ。アムタス、あとはあんたに頼んだよ。じゃあ俺に任せんしゃい。ピリカーン、ピリカーン、いいや、やないの、やないの、よし、なに、よし、なに。すごい綺麗だね。お、変わらねえな、この村もよ。イスンさん、アムコ、この切り株の中が、コロポックの里、ポンコタンさ。中へ入って、連中の話を聞きたいんだろうけど、残念ながら、お前が入るには狭すぎだ。あ、小槌、いいところに、わかりやすいところに。そういうかと思って用意しておきました。小槌。こいつは、うちでの小槌じゃねえか。なんだって急にこんなところに。まさかこいつ、甘子に恩返しでもしようってつもりかよ。かわいい小槌やねえ。けえ、けえ、ご苦労なことは。確かにうちの小槌で小さくなりゃお前も村に入れだ。どうすんだ、甘子。中に入るのかい？入らないっていう。まあ、別にいいかな。そっか、親も同意見だ。やめようか、もう。今日はやめとこうね。あ、なので、なんか生き物いたな。肉？草？何の生き物かわからんかった。あ、敷地化か。敷地化だったら、まあ、草よね。そりゃ、肉なわけないもんね。これ、筆あと何ポイントかな？あと、できればもうちょい筆をね、増やしておきたいんだけど。あ、400か。いや、まだまだもうちょいかかるね。あ、ここの花とかちょっとね、チンしたいじゃん。あれ？これでちょっとチンをしてみたいじゃん。あれ？チンをしてみたい。あ、オッケーオッケー。これね、ちょっとはね、プラスされるからね。お、喜んで喜んで。喜んでるよ。豆じゃなかったよ。忘れちゃうわ、すぐ。どの生き物が、どれ好きだったかとか、すぐ忘れちゃうわ。オッケー。プラスとくか。ちょっと400までちょっと一気に貯めておきたいね。みかんもゲットしちゃうしね。うちの子たち、行きますか？なんだよ、向こう。そんな、こんなカビ癖も、いつもじゅうじゅうとよ。待つかまえ、小さくなって中に入りたいのか？まあ、入りてえよな、それは。まあ、ここまで一緒に苦楽を共にしてきた仲間の、ちょっとご挨拶に行かないとね、そうかい。まあ、ピーカのこともあるし、今までうちに話を聞くのもいいかもな。ただし、おいらは行かないぜ。こんな新規癖村に入ったら、自分の兜が曇っちまうわ。帰省しないの、里帰り、里帰り。俺だけ？なんか寂しいね。喋る人がいないじゃん。あまこう喋れないんだから。そういう保護者役も欲しいよね。椅子に行かないの？失礼しまーす。狭そうだな。この切り株の中だけ。すごいな。お、ポンコタン。なんか BGM が頭、ポンポン、頭悪そうな BGM。でもなんか、すごい変な雰囲気のね、新しい感じがするわ。こっちにしとこうか、セーブは。なんか新しい雰囲気を感じるね。キノコちゃん。うお。なんだこれ。バヨン、バヨン、バヨン、バヨン。あ、ごめん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 。そんなつもりなかった。でもお金手に入んだったらちょっと回っておこうか。雲の糸。
これが、なんか植物にまみれてるな。植物だらけの。ああ、なんか、かわいい。道具屋。失礼します。これ、一寸と同じサイズの人たちってことか。あ、ほんとだ。見た目が似てるわ。一寸たちと。わあ、珍しいお客さんが来たな。ゲンゴロウ。もしかして君、今だけ珍しい神様じゃないのかい？ね、お、神様、オオカミさん。僕、思い出として物を集めるのが趣味なんだけど。僕と買い物ごっこで遊んでよ。あそこっこ、遊びじゃねえんだぞ。言っておくけど、結構マジな遊びだからね。買い物遊びじゃねえんだぞ。命と命のぶつかり合いや。うわ、ええの持ってんな。八つかの剣。これはええの持ってるわ。大真骨頂ね。あ、まあちょっと、どうする？売っとくか。これを機にちょっと売っとくか。こっちか、金をちょっと多めにもらっておきましょうか。あ、これで、牛の角の飾り。はい、水晶、はい、水晶、水晶、水晶、はい。真珠。あれ、白磁。あ、意外とそんな、高くなかった。これはどんな感じ？あ、まあ、本マグロでも1万ぐらいか。道具。まあ、道具はまあ、なんか売る道具はなさそうやな。じゃ、もうちょっとお金貯めてから、続きでも買いに行くか。まだまだお金足りなそうやもんな、あれ。お、ちょっといろんな人に話しかけていこうか。くぬり。あれ？お前、狼のくせにどうやって村に入ってきたんだ？まあ、小槌がどうこうね。でも、どうやって、そうやって外は住み回って楽しいだろうな。僕なんて毎日毎日絵の練習で飽きちゃうよ。この前ではみんな一尺ちほどから絵を習っているんだけど、長老さんは絵のことにはうるさくてすごく厳しいんだ。偉い絵師になって神様を助けには僕なんてまだまだなんだよね。一寸も、僕も一寸みたいにうまく描けたらな。でもあいつなんか絵をさ、奪ってきたとか言ってたからさ、本当に絵がうまいか今ちょっと怪しいとこなんだよな。お、鋼の拳。鋼の拳。ちょっとあっち行ってみるか。ちょっとこの離れた方行ってみようね。こっちなんかあるんでしょう。A の、なんかイベントが、こう落ちたりとかしないよな。あ、落ちるわ、これダメだ。ダメなやつだ、これ落ちちゃう。なめこ落ちないようにしようか。下にもあるんやね、マップがね。お、真珠、いいね。お金になるよ。これはなんだい？来たはいいけど、なんか、あ、滝登りできちゃう感じ？これもしかして。シュってね。と思ったけど、こっちに滝登りできる場所があったわ。こっちか。はい、はい、はい、滝登り、滝登り。行ける場所増やしていこう、どんどん。お、宝箱は宝箱。これは、ええー、もんが手に入るような、さぞかしな。九谷焼の皿。上まで来て、っていう感じか。お、なんかあるやん。これか。あ、結ぶ。なるほど、ここ。あ、こっちにこそなんかね、とんでもないアイテムが眠ってるはず。あ、ハゲ玉か。なるほど。これも結構大事そうなアイテムやもんな。今どんな集めてんだろうな、ハゲ玉。全部集め、ん？あ、やばい。あ、やばい。あー、やばい。あー。すまへん。落ちてもうたわ。これで繋がって、はい。あ、やばい。カメラワーク。危ねえ。これ繋がる。おっと、危ねえ。これ危ねえな。はい。オッケー。やばい。あ、危ない、危ない、危ない。ちょっと待って。いない。あ、待って。ぶつかん。あった、あった、あった、あった。来い、来い、来い。オッケー。オッケー。待って。カメラワーク。カメラワーク。あー カメラワークは難しいぞ、え。お、なんか大事な、なんか真ん中ね。ここに来ちまったよ。ええんか？松なり。お、側近さん。その姿、お前、狼なりか？このポンコタに入り込むとは、ただものではないなり。なお、名乗る、なり？ なり？あ、喋れないんです、私。すいません。おかしいなり。私、動物の言葉はわかるなりが、こいつ、頭の中は全然わからないなり。だって、ね、動物じゃないもんね。私、この妙な熊取りに身につけた人気。どこかで見たことがあるような気が。あれ、一寸からお話聞いてるもしかして。あ、知らぬいか。夢やもんね。あ、でも入れねえよ。あの、掛け軸のそっくりなり。もしかして、一尺爺様を訪ねてきた客人なりか。あ、そうそう、わんわんわん、そうやる。やっぱりそうなりか。それでは、ここを通ししなければならないなり。いかにもここは我々コロポックの長、一尺爺様の家なり。じゃあ、一寸様ともちょっと関わり合いそうだよね。爺様、中でお休んでおられるなり、どうぞ中へ入るなりよ。なり、コロスケがいっぱいいるわ。たち爺様はお年を召して、もう体も弱くなってるなり。特に目がもう不自由になってるなりから、中では暴れたりしないように気をつけるなりよ。なりとかタイとか忙しいわね、あんただね。お、来たね。あ、元気。うぬ？めちゃめちゃ元気や。うぬぬぬぬぬぬ？
この匂い、どこかで、嗅ぎ覚えが合うぞい。俺も一室の匂い染み込んでるからな、頭にな。誰じゃ、うん、あそか、目が、と弱いのか。うん。まさか、そのとぼけた鳴き声。お主、一室んじゃないっすよ。あ、ええー、すげえ。知ってんの、うん。なんで知ってんの、甘子って。甘子。なに、一室の人たちは記憶を共有してるのもしかして。お主、本当にあの甘子か。あの戦いで身を滅ぼし、この世を去ったお主が、まさかこうして、再びわしの前に現れてくれようとは。100年前、あ、お前やったんか。あれか、一緒に戦ったの。わしの目はもう、役に立たなくなってしまったが、感じるぞ。お主の泣き声が、こみ上げで熱い涙で、上ずっていうのを感じるぞ。泣いてでもしかして甘子。いや、そうでもないっすね。平常心。お主、相変わらずじゃな。どうやってそんなに小さくなったのか知らんが、その人を舐めた態度、間違いなく、あの、甘子じゃわい。マイペースなんですよ、ちょっと普通の人でマイペースなだけなんですよ。もう甘子、わしとて青ガキだったあの子とは訳が違うんじゃぞ。今のわしはこのポンコタンを治めるコロポックリ一族の王さ、伝説の剣士一尺様なのじゃ。カブトがなんか他の人と比べてね、でかくて角が生えてて、偉そうやな。さあ、自称、あ、なんか、自称って聞くといいっすみたいな。どうじゃ、甘子。わしも出世したもんじゃろ。興味なさそうやな。ねえ、位がなんじゃ、みたいな。驚いてるくせに、とぼけおって。しかし、あれじゃな。恩師が伝わってくる神の意向はなんとも、随分衰えたものじゃな。やかましいわ。あの時、十三に巻かれた恩師の力、まだ全てを取り戻していないのじゃろ。問いつつあと一個やけどね。それにわしらが手を組んで戦ったあの子に比べて、神に対する人々の信仰心は随分と薄くなった。まあ今も神様なんてもうね、教科書の中の人物でしかねえからな。今の人たちも。だから、恩師の力が弱くなるのも無理のないことじゃが、あの子の面影がそこまでなくなると寂しくなってくるわい。はっきり言うが甘子、今の主では闇の者の脅威に打ち勝つことはまず無理じゃぞい。まあちょっとやっぱ13のやつ集めてもいいか。あっそうみたいな。興味なさそう。聞くがお主。今一緒に旅をしている相棒なんぞはおらんのか。一尺し、行きたくて、たまに一緒に行くもしかして。三人目の新しい仲間が。なんじゃ、ここまで嘘つくな、嘘つくな。ここまで、一人旅か。いや、別に誰かと一緒の期待しとったわけではないぞ。ウキウキ。ま、相棒がいないなら、それでいいわい。あの子、お主に分かっていると思うか。前世の力を失った今のお主には闇の国の君主は倒せん。だからこそ闇の灯台を察知した我がコロポックル一族は伝説の信仰伝道師、天道大使の衰退を進めていたのじゃ。天道大使か、聖徳大使と天道宗司を足して2で割ったような名前やな。もしまさか何もかも忘れたのではあるまいな。信仰伝道師とはこの世に神の意向を知らせる伝道師のことじゃ。神とて生きとし生けるもの、信仰心がなくては立ち行かぬ。だから、この世で唯一神と交信できる、我らコロボックの一族は、あ、なるほどね。神の意向を天下に伝えるため、絵師としての修行を続けておる。今まで拾った伝道師の、あの筆、あ、なんかあの、折り筆、ん?なんだっけ、あの、巻物とかも全部、この一尺、この小人族がずっとやってきたってわけか。そして、その衣装の中でも、優れた才能を持った者にのみ、天道大使の称号が与えられるのじゃ。わしも100年前には、第6代天道大使として、お主と旅をしたが、今のわしは、見ての通り、年老いて、あの子のような力もない。ここでわしは、信仰伝道したる、自らのすべてを、この者もたちに教え込んだ、ノウハウはもう、一尺爺の、あの熱血授業が始まったわけや。厳しい修行を耐え抜き、今やこの者の誰もが、天道大使の名にふさわしい絵の腕前を身につけておる。へえ、イスナが抜け出したってことそれよ。さあ、マコ、お主がこの村のものを見て回り、旅の相棒にふさわしい、七代目天道大使を選ぶのじゃ。なんかイスナだんだん、なんか怪しくなってきたっていうか、だいぶなんか、端くれ者っていうか、大丈夫なんか、他の人たちと仲良くやってんのかな。お主が選んだものならば、必ずや神の活躍を見事な絵に収め、神の意向をあまねく天下に伝えることじゃろう。人々に信仰心が蘇れば、お主は必ず前世の力を取り戻す。前世の力か。信仰心か。でもみんな俺のことを甘こう甘こうとか、神様って言ってくれるよみんな。そうなれば闇の者の力など、たやすく打ち砕けるわい。本当の、やっぱ13の
あれか、筆神様を揃えてこそ、真の力が出てくるってわけか。この、これかっけえな。この甘子かっけえな。なんか、美化されてない？めちゃめちゃ美化されてる気がするんですけど。なんか羽みたいなのも生えちゃったりしてね。へえ。なんか、13の力取り戻したら、なんか強化フォームみたいな感じで、手に入るんかな。うわ、何これ、ムカデ？ムカデか。すげえ気持ち悪いわ。上行くか。よいしょ。なるほどね。うん。じゃあちょっと、うろうろしながら、天道大将の新しい相棒見つけますか？見つけに行きますか？ちょっと。なにこれ？一寸って書いてるわ。一寸が住んでた場所なんかな？なんかこの、ポケモンに出てきそうなね。なんか垂れ幕が。これあれ一寸の描いた絵ってこと？だからさっきのね、やっぱ、一尺様は、絵うまいんやなぁ。ね。お、どんぐりやん。どんぐり、コロコロ。これ、一寸の家なのか。すげえなんかめっちゃ練習してるけど。意外と努力家なのか。おい、なんか、変なの変えてるって、あいつ。おい。あいつ、あれか、二次創作とか書こうとしてるんちゃうん。ちょっと、エッチいやつ書こうとしてますやん。待って。お、あんた、さっきあったね。この前には一寸ってすごいの前つがいたんだ。なので、あの長老様が一寸のおじいちゃんだったから、毎日絵を教えて待ってたんだよ。あの一寸の中でうんざりして抜け出したとかあるんかな。でも長老様、一寸だけにはすごく厳しくて、一寸がどんなに上手な絵を描いても絶対に褒めなかった。そしたらある日一寸はもう絵を描くのは嫌だって、長老様と大喧嘩して中出て行っちゃったんだ。なるほどね。なんかそういう、なんか大体分かった気がする。あいつが抜け出してね、なんか絵を描いてたけど、そもそもね、なんか昨夜の懐に最初忍び込んでたけど、あいつもともとなんであそこにいたのかもちょっと気になるもんな。